本土の司令長官は腰抜けやっちゅう話やがな。そんなことを言うやつもいるが、俺たち航空屋にとってはもってこいの長官だぜ。これから飛行機の時代だということをちゃんと心得ておられる。それに海軍次官からいきなり連合艦隊司令長官というのはただもんじゃない。しかしそれは山本次官を東京に置いておくのが危なくなったからという噂もある。山本次官は陸軍のやり方に大胆に立てついてきた。いつ命を狙われるかわからん。なるほど、それで軍艦に逃げてくる。連合艦隊機下4万の護衛付きっちわけや。連合艦隊の指揮をお渡しいたします。連合艦隊の指揮を継承いたします。